お疲れ様です。今日はこちらメガナイトラムデッキやっていきます。さあ、バランス調整によってラムとねプリンスが、ダッシュするまでの時間が短くなってものすごい強くなってます。はい、なので今マルチ勝利だともうみんなプリンスかラムかなんなら両方入ってるみたいな、結構ね陸でもゴリゴリいっちゃいよっていうデッキがね流行ってますんで、はい、今日はメガナイトプリンスラムねやっていこうと思います。マジで早いんでね、すぐ走ります。はい、だいぶ自己要素が強いね、カードが今多いかな。よし、さあ拾っていきましょう。でもマシーンもねなんだかんだ加工されたも強いんで、はい、ゴブリンマシーン出しときゃ頑張ってくれるでしょう。よいしょ。で、あの新カードのダイナマイントゴブリンは、いやでかい、これタワーにも、いや強ー、ストライク攻撃できないんで、まあこれは美味しくね。で、メガナイトよりも進化ナイトを回せたりする方が嬉しいかなっていうので、うん、強すぎ。これでいっちゃおうかな。で、呪って、うわー、テスラにも当たったら神だったな。これザッ、うわ、それやばい、うー、かわいそう。フェニーがダイナマイトゴブリンかのノックバックが強すぎるんで、結構防衛でね今みたいな感じでやられると意外となんか突破が難しい気もするが、まあプリンスの勝つんでね、はい、頑張ろうかな。勝手に暴れてくれるっしょ。ふふふ、5コス5コス5コスでメガナイトで7コス、いやだいぶ重いけどな。でもなんかもう本当に組んだら止まんねえみたいなデッキが今強えわ。よしよし、M 悪っ悪すぎないか。ダイナマイトゴブリンとか来たらね、あー、まあ何も出さなくたっていいか。これ正直どうせドリルなんで、お、あれ美味しいね、フェニーでしばけます。うん、まあメガナイトプリンスの形が強いんで、まあプリンス後ろからの8枚メガナイトみたいなね結構理想かな。こんな爆破で飛ぶの嫌だな。まあ一旦行ってから考えるか。え、やばすぎん、え、やばい、それも強すぎる。あ、でもこのプリンスのカツンが強い。オッケーオッケー、一回ね諦めよう進化テスラあるんで諦めよう。やばくない、この控えめよ。今諦めたけども、さあプリンスが頑張ったことによってなんとかなってる。まあフェニーでも出しとくか。これでもプリンスを出しときゃさ、でこの辺ゴブリン頑張れ、いけ、もう一発、うん、ロケット撃ってほしかったな。いやなんかマジで後ろからさ、この4コス5コスたちを垂れ流して呪いを打てば勝てるゲームになってるかも。止まんねえんだよな、強すぎてで何もしない、決めがないとね、ここで一回落ち着くんだよな。攻めすぎない、よし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 、さいいね、これやばくない、メガネットプリンスで変につけてないとあるよなってあー、それがあったのか。いやまあこの辺で呪い打ってザップまで打っちゃうか、ちょっと突破しようかなって。プリンス走れ走れ走れゴブリンマシン、ゴブリンマシン入るぞこれ。オッケー、ラムにはテスラが、おい、さあ間に合いませんよというかね、止まりませんよねプリンスプリンスマジで走んの早いな、走るの早い分ね相手のユニットを溶かすこともできるし、まあ、相手はよりコストを割かないといけないし、なんかシンプルな壊れ。さあよろしく、ザップで回してね。なんか進化カードはもう意外と全体的に加工されちゃって、正直何でもいいみたいな、まあ、何でもいいから暇だしないと進化しとくかみたいなのが多いな。ザップ進化も多いよね、ラムとプリンスに対してね、便利なんでね。おー、なんか同じようなね、同じようなデッキになるんですよねと。
いやこれだって正直ラムつなげてもいいけどな。あまあゆっくり行こうか。なんかさっきの相手と似てない？2連続同じドリルが来んのかな。ラム飛ばして、おーディゴード、まあ、プリンスとかでもいいよな。でラム行く。で本当は呪いまで行きたかったけどね。すぐ走るよこれ。いやむしカツン、もう一回。いやこれが走んのがすげえよな。なんかまずいけどね。まあでもプリンスが走ったことによって楽に守れはする。いやー、えやばい、やばナイト、そっち行く。うわーなんか強そう、相手のディガーオールブレーカーみたいな。ディガーダイナマイトゴブリン、よくないね。ディガー削りっぽいな。ポイズンとかもありそうね。まあ俺は形組んでだな。でなんなら両サイドのプランもちょっとあるけどな。硬さにこだわらなくても良さそうではあるが、悩ましいね。いやいいね、範囲でね。いやこれで結構ねいかれちゃうんだよな、爆破で。うん、まあここは冷静ね、進化テスラなんで。これやばいよ、8枚目が生きたら幸せだったけどな。意外とあのダイナマイトゴブリンのせいで突破が難しい。いや勝てー、一発。うわ待って、プリンス号マジでそう、なんで気づいたらね走ってはいる。うわーそれめっちゃいいテスラや。攻めがめっちゃヘナクチョになってる。ヘナチョコすぎる。走るよでも。おおもうはい、マジ。いやリガー削りよ全然あるな、こっから。すげえな、それ強えな。まあさすがに、いやーこれ突破できねえ。進化テスラは下方されたけどまだ強えな。いやそれ食ってくれるのでかで、呪い打って、いやプリンスがねもっと暴れてくれりゃな。いやラムも突進早い、もう一発。これやばいね、え突進早すぎん今の、マジやばすぎる。いやいい防衛、俺拾ってんのやばい、えろ。え今のやばいよ、普通に今までのラムだったら絶対通るわけないもんな。でこんなもんぶっぱよ。ぶっぱして、ぶっぱしてからのラム追加ね。あれが壊れたら幸せでにはなれそう。まずいか。うん、こいつ強いんだよな。いやメガナイトあんのでけえ。拾いたい。いやフェニックス726っしょ、絶対俺攻め通んないんで。ちまちま削りして拾いたい、拾って最後シンクザップ打って逃げ切るよ。オッケー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 、オープンネートいこう。普通に試合内容的には負けてたけどな、分かってるか。いやでもこれがその調整で強化されたラムとプリンスのねパワーよね。途中なんかプリンスも事故ってたしラムも入ってたし、どっちもねラッキーダメージ入ってたな。つえわ。止まってね、うわ止まったかと思ったら止まってねえもんな。
頑張ってるわ。ラムとプリンスが。あとマシンもね。エレスピウッドか。クロスとかもあるか。で、呪文もね、なんか最近進化タップとこの、何ゴブリンの呪いだけみたいな組み合わせもよくあるな。他がいらなくなっちゃった。ファイボとかポイズンがね。わあ、ボイドかー。お、あ、これロキを跳ね返すってことか、もしかして。やばやば、いたー。あ、でもそんな入ってねえ。じゃあいいか。いや、これさ、フェニス咲いたから、マジで8枚目がないと言ってもいいっていう勝手な、なんかロイジェイっぽいんですよね、相手のデッキが。で、これトリトンで引っ張った後に、ラムを防ぐのが難しいんですよ、相手。そう。ふふ、これ。まあ、文句が頑張っているが、OKOKO さ、2000円まで削る。で、ロイ来たら、まあ、ちょっと低めからプリンス出して、今まではね、だいぶ低めから出さないといけなかったけど、ちょっと低めから出してあげて。やばい、強いあんた、やめて。よしよしよし、走れるんじゃねからのマシンも添えて、ちょっと祈るか。1コス系待ってか、これで出しにくいよ。ウンゴブリンになってる。オッケー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 、いいよ。そっから走ってもいいぐらい。え、めっちゃいいカウンター来てる。でもこれ、この後やばいけど。うん、やばいな。いや。気合いの対話した。からの、これ呪いと、ザップで耐えたい。まあ、シンクザップアンチいらんかったけど、いやー、この後怖え。スケーレスピュットなんでね、だいぶ防衛は固め。まずうちのシンクないと。オフェニグ生きる。お、これ言ってよさそうじゃない。呪いも打って、ザップ打って、うわー、ザップそっちじゃねえかった。ちょ、マジでキモい。まずいか、これ耐えてほしい。ね、ギリね。いや、耐えてはいる。ふふ、卵。いや、マジでここでもう一回耐える力が俺には必要。からだ、来た、これだ、さすがに。お願い、食え。うおい、走るのが早いから届いちゃうんですよね。おぶんねー、ロイ2勝てたのでかすぎる。いや、文句ちょっと嫌だったな。うわ、だからさっきの相手もなんかすげえデッキだな。おもろいデッキがなんかいろいろいるな。いやだ、マジでプリンストラム、これ強化前だったら絶対勝ててない気がするんで、恩恵をねしっかり感じてはいる。だいぶ火力マシマシだからな。やば、なんか似たようなデッキじゃない、ザップって。もペッカラムとかさ、メガナイトラム、ペッカ工場にプリンスが入ってるとか、なんかね、陸の、まあ別に何だっていいんですけど、まあゴーストというの、まあなんかダークプリンス、ミニペッカとかね、もうそんなの全部プリンスにすればいい今。うん、あー、さきましたね。いや、これウィザード咲いてるんで対空ない説あるけどな。まああってメガナイ、あのマシン、ゴブリンマシンとか。え、やだ、うわー、あんのやだな。でもプリンスで溶かせそう。お、いけ、よし。
まあ踏みはするし、ここのラム追加もちょっとありだな。相手ペッカなんで、あーそっか。早っ、ちょっと待って、相手にすると早すぎる、これやばいな。ラム系生きて帰るんだから。いや、このね、そう、プリンスに対してのラムが強い。まあラムに対してのプリンスも強いんですけどね、どっちもどっちで強いんで、これを知っている方がね、いいというか、まあ知ってた方がいいね。あれのプリンスをね、あのラムで受けんのは。いやー、まだめんどいな。許容でもよかった。正直。痛い。意外と痛い。さあ、ペッカプリンスウィザードのスケ。まずいか。まあ、プリンスの受けのスケなんだろうな。いやー、まあ、それは美味しいか。ケツプリンスとか行くとこれ、相手もケツプリンスあるもんな。対空ウィザードリトプリね。まあ、一回吸ってもいいな、これ。いや、あれ、しばけねえかな。ヤンキー？いや、行ってもいい、正直。行って、あと祈りだろ。やべ。まずいか、これ。右にも来そう。いや、でもこれが大事ってさっき言ったよ。もう知らん、やばい、やばい、痛い、カツカツカツ、痛すぎる。まあ、俺の右の棒選ぶがだいぶ刺さってはいる。よしよしよし、右ね。マジお互いプリンス止まんねえんだ、やばすぎるな。あれまずっ、ちょっと待って、死のマシンでなんとかなる。これやばすぎん、マジ終わっている。そっちじゃない。うん、強すぎる。待って。やばい。うおい。ガッチガチすぎん。いや、プリンスか。なんかまあ、ラムよりは、プリンスの方が100倍だるかったな。カッチカチ構成がね、流行ってんすよね。マジで。でもソラデッキとかも、もうゴリ押されて、陸に止まんないんだろうな。プリンス。まずいね。おぉ、雪玉ね。バルーン的な。おぉ、ジャイスキラーかな？なんか珍しいよ。え？ゴブリンマシンガン無視なことあんの？うわぁ。まあ、ラム受けで。いや、ラム受けしかせんやんつって。全然止まってないんだけどな。いや、これね、受けたらダメな気がした。けど、受けるべきだったか。おもろくある。ちなみに、これにプリンス行くと、ゴブリンやばっ、カツンがだいぶ、あー、いいねいいね。いや、お互い多分ボッコボコすぎんな。いや、この試合はもう許容できるんでね。いや、プリンス強いな、やっぱどう考えても。いや、これジャイでタオられた後に真ん中ババもあるんだよな、進化ババ。そう、これをだから警戒だけして、いいね。ラムつけたら、まあ、ネクロだったな。ボーラーいるかな、ちょっといそうなんだよな。え、まさかのインドラね。いや、まあいい、まあ一回落ち着けるか。これそんな押されてるわけでもないし、まあ、スケラに対してのゴブリンの呪いが良すぎるかもな。オッケーオッケーオッケー、ゆっくり行こう。インドラがめんどいね。やばい、強い、そいつの存在忘れておいた。行ってみるのはどう？え、これ行ってみたらさ、止まんなくない？インドラもさ、
だから呪いとかだよ。ブッパ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 、時代はねもうチンパンになっちゃったのよ、こういうこと。えぐい。いやでも守られのかこれ。えでもだいぶ入ったの。いやマジでね。これで攻めが完成してんのがやばい。まあゴブリンの呪いあればね相手きついだろ。えやばいそれ。え待ってやばい。まずい。やばい。うわ待ってやったわ。やったわ。全然勝ち試合だったわ。金貨ママが止まんない事件よ。もったいない。なんか迷わずねもうぶっぱしちゃった方が良かったな。止まんねえわ。さマシンでマシンでしばきながらね。ほい。これだけで強い、もう。なんかわかんないけど。なんかしてくれそう。さあ、バルキリーボンバーだと、まあ、ラバーとかがね、結構濃くはなってくるよね。全然、ドリルだ。いやー、で、1コス系まりそうだな、これ。なんか、ぬるっと回収されそう。縦線だ。いやーまあちゃんとね、いやまあプリンスが流行ってんでね。え、すごい。めっちゃ来た。からの1コス近畿か。うめえな。おー。やるね。やりたいこと全部やられてるわ。で、まあラム行ってもテスラがあるよと。まあザップで手札回してもいいな。まあ近畿されたものの、俺がダメージ受けてるわけではないんで。そんな悪くないね。大体呪文これファイボだけとかだな、テンプレだと。進化ザップなんだ。一瞬待つわ、コスト一緒だ。あーめんど。高めに。いやいいね。まあ、相手は進化テスラ、いや進化ザップバルキリーかな。いろんな可能性はあるが、このプリンスもったいねえな。え、何今の。あ、ボンバーか。やばチンパンすぎる。まあ多分、呪文がザップだけで、ダメージを稼げないから、稼いどきたい。おぶねえ。よし。いや、逆に1600も耐えたぞ。っていうポジティブ思考でいける。で、ウォールブレイカーと進化、なんだ、進化ザップとなんだろう。進化ザップじゃねえのか。全然きつい相手。すげえ裏ばっかくんの。いや、でも、いいよ。すごい、また。激しい形を組めそうではある。であとお祈り。いやーそっちから攻撃受けてんのやだな。もう見てすごい。カツーン。テスラか。えマジなんかきつそうじゃない。なんで。いややばいっしょこれ。マジ気づいたら手きつそうだもんな。ラム行って呪って、呪うことによってね意外と防衛も難しい。やばすぎる。あんなにボコボコにねされてんのに気づいたらぬるっと。守れねえよ。うわーこれやばいな。もし自分がされたら守れる気しないもんな。メガナイトプリンスフェニで固いユニット置いても呪いの効果ですぐ溶けて。いやすごいな。ラムプリンス時代ね。おジャイド、あジャイプラスのプリンスプラスのゴブリンマシンみたいなデッキも
流行ってはいた。いやこれにプリンス来られるだけちょっとめんどいな。うわだいぶめんどいな。今呪い打っとくか。いやウィザード強え。ウィザードも強いよね。許して。なんか逆サイ単体プリンスとかもなんか怖すぎて普通に強いの。お互いプリンス系、まあナイトとトリトンか相手は。俺はプリンスの受けがまあ防衛ラムかマシンかプリンスか何で受けるのが正解か分かんねえが待つか。プリンスが強すぎるわ。受けから入りたい。そしてまあネクスト進化ウィザードね。多分進化ウィザードしか逆にいない。でフェニー出すと前田こっちサイドね諦めるしかない。いやーそういやでもこの後やばジャイ来るだけきつかったな。オッケーオッケーオッケー。いやまあなんかがある一発うおっしあ守れんのかえやばさすがにそれは無理か俺。まさかのねまさかのバルーンドッキリね。いやもうこれラム受けしてでもこの後の相手のジャイバルーンされたら俺止まんねえわ。えあんた天才いった方がいいこれ。いやプリンス事故れるマジ事故れる。ポテンシャルある。オッケー来たカツやばいそのね短距離走んだやばカッチカチじゃないですかいやこれやばいな今の。あそっから走れんのグロすぎるな。冷静になんか縦線系もっと流行ってもよそうだよね。止まんねえもんね。なんか全体的に守るのが難しい環境が来たかもしんないっすね。ちょっと前はテスラがね、リトルプリンスもかめちゃめちゃ強くて、まあ、基本的に逆に何でも守れた環境ではあったけど今回は、ね、このラム、メガナイトラム、ペッカラムプリンスもいてゴブリンマシンもあってゴブリンの呪いも来てみたいな、そこをどう守っていくのかみたいなね。いや守れなさそうだもんな。なんか形組んだ側が有利な気がするんでマジプリンスとラムやばいわ。強すぎる。取りも出すわマシン。ウィザードね、ゴコス最強時代来てんな。おお珍しい。あれウィザードに飛ばないんだ。しかもサンドしてほしい。いやーえ普通にデニストデッキよ。キョスキホグスケルトン部隊トルネファイブみたいな可能性あるかな。トルネファイブウッドのスケルトン部隊だったらそのテンプレデッキではあるがマジワンチャンあるな。スケブいや全然違うゴブリンもいたか最初。キョホグかテスラ。まあまあまあ進化ウィザードぐらいよね。厄介なのがゴブリンマシンが頑張ってくれるだろう他人任せで踏めばいいんだよね俺正直。いや
ふふふ、オッケーオッケーオッケー。いやー、これはね、仕方ないのよ。ちょっときついね。ちょっとどころじゃねえか。だいぶ。いや、でも勝ち筋を見出していくねん、こっから。うわー、それ強っ。破壊してほしい。マジである。ふふふ。ウィザード咲いてあったのさ。やっぱすぐ走れんの強えな。いや、一発入んのやばい。いやー、ゴブリンまずいなー、これ。え？え？やばい、プリンス走るわ。え？どういうこと？え？まずいなー。もう負けるよなーみたいな感じだったけど。やばすぎんな。プリンスゲースは。こいつ強すぎるわ。マジで使い得キャラになっちゃったな。ここまでなんかね、出世するとは思わなかったね。というわけで皆さん、プリンス環境でさえ、ぜひね、こちらのメガラムも使ってみてください。ちゃんと高評価もね、お願いします。おっしゃーだねー。